東京に来られましたら、世界中のお料理が楽しめます。こんにちは。僕はフランス料理をしているシェフです。三國清美と申します。僕はヨーロッパで働いてました。三つ星のシェフたちは地元の野菜生産者作ってるものを使っております。僕の料理の特徴はそれに影響されて東京の食材野菜をメインに使って表現しております。僕のお店がある丸の内ブリックスケアは非常に特殊でございまして、この辺ビルがたくさんあるんですけども、唯一中庭の公園を作っています。僕はちょうど18歳の時に帝国ホテルで鍋洗いから始めたんですけど、帝国ホテルから歩いて5分ぐらいかな、ホーランというラーメン屋さんに行って、こんにちは、どうもお願いします。お元気なんとか。ここは僕がいつも来るラーメン屋さんで、もう50年近く続いてるんですけど大好きです。はい、ありがとうございます。最高です。休みってあんまりないんですけど、休みの時はやはり築地を楽しんでおります。いろいろ包丁を見たり、いろんな材料を見たり、一番はやっぱりこう今旬の食材がどんなものが今あるのかなっていうのを確かめるというか、ちょっと味見したりとか。今日はですね、マグロ、国産マグロを買っていきたいと思います。口の中で溶けてバターみたい。グーです。私が東京を表現すると、とても美味しくて楽しくて綺麗で新しくて、そしてとてもエキサイティングな街だと思います。いらっしゃいませ。こんにちは、私は虎ノ門エリアでミシュラン二つ星を調剤しております、精進料理第5の料理長、野村雄介と申します。第5は、私の祖母にあたります野村よし子が1950年に開業した、私は4代目料理長を務めさせていただいております。精進料理は野菜を中心の料理で、仏教の教えをもとに、無駄をしないことや思いやりを持って調理することが基本になっており、人の健康にも良いとされております。第5の隣には聖勝寺というお寺があります。私の料理やまたは人生などに迷いが生じた時に相談しに行ったり、背中を押しに行ってもらいに行ったりとか、そういった場所でもあります。蓮の花の形の高層ビルを建ててみたり、東京タワーの借景を見たり、そういった伝統と革新の融合というものは私の料理にも大きなインスピレーションを与えてくれております。仕事のない日は渋谷などを散策しております。私がこの渋谷の好きな部分はデジタルだったり、建築デザイン、あと音楽、あらゆるジャンルの若い先鋭的なアーティストたちの思いが積み重なって常に挑戦し続ける街であるということです。渋谷で新たなプロジェクトであるサウナの事業にも関わっております。精進料理で培ったノウハウをもとに、ビーガンのカレーやラーメンなど、若い方でも親しみやすい料理をプロデュースしております。東京はとても文化的な都市で、訪れる人それぞれに刺激を与えてくれる街です。